石巻市の鮎川を拠点とした今シーズンの商業捕鯨が始まりました。石巻漁港では午前4時前から石巻市鮎川浜の捕鯨船第8幸栄丸と第3大正丸の2隻が出港に向け準備を進めていました。日本の商業捕鯨は2019年に再開され今年で4年目です。去年のミンククジラの漁獲量は134頭の漁獲量に対し、漁獲枠に対し91頭で、このうち女川港に水揚げされたのは10頭でした。出港した2隻は今月20日頃まで鮎川港を拠点にミンククジラ漁を行い、その後は漁場を北上させながら漁獲枠の133頭を上限に10月頃まで漁を続けます。いよいよ始まったという思いです。本当にしっかり取りまして、美味しいミンククジラをですね、石巻初、宮城県初で、初、全国の皆さんに、お送りしたいと思います。